まずはアンナ役の高槻沙羅さん、お願いします。アンナ役を演じさせていただきました、高槻沙羅です。今こうして大きな舞台に立てていることが本当に夢みたいです。私が演じたアンナはとても自分の気持ちを素直に言えなくて、不器用に生きて、そういう女の子なんですけど、マーニーと出会ったことによってすごくたくさんの人から愛されているってことに気づき、成長をする一歩、新しい歩みを進められるっていう、そういう女の子です。私自身今回これが初めてのアフレコ挑戦となって、自分自身もアンナと一緒にこの作品の中で成長していくような気がして、本当にアンナを務めることができてよかったなっていうふうに今改めて感じることができました。早く皆さんの感想を聞きたいなという気持ちでいっぱいです。よかったらまた見てください。ありがとうございました。